オープン前なんですけどね、新潟もこう晴れることはめったになくて嬉しくて、青空ですよこれ。新潟市内はこう風が強くて晴れるときは、山の方はね雪降ってます。これ山のねなんかこうルールなんですよね。しかしこれ常盤淳さん、ちょっと早めですけどね、もうそろそろ開くと思うんだけどな。のれん出しを映像に残したいんだけど、どうでしょう。体感マイナス3度ぐらいですこれ。でも美味しいもの、なんかすっげえいい匂いしてるんですよ。揚げてんのかな、まかないかな、まかないかもしれないですね。待ち遠しい、今いっぱい突っ込まれてるんでしょうね。あんた早く来すぎだよってやつね。いいですよ、突っ込み結構。美味しいものを食べるために私は早くから来て、こうやってお店のオープンを待ってます。全然大丈夫ですよ。すいません、ちょっと早く来たけど、また。お願いします。すいません。またちょっと自分で。あ、すいません。おしぼりが熱いらしいですね。あ、熱い熱い。あ、結構いい。お、結構熱い。あ、ちょっと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 。おしぼり熱い。いやいやいや。外の温度と違いすぎてびっくりです。あら、これあれ。あれ石なぎ、石なぎすごいですよ、最近石なぎいっぱい取れてる。なんで石なぎがそんなに取れてるの、わかんないです。なんか海底、海流の流れでか、もうそこに住み着いてる魚、根魚なんで。はいはいはい、それが取れるんだ。取れ、突然ふわっと湧いてきたんですよ。海底でなんか起こってなきゃいいなって。でもちょっとあるんですよ、多分あると思う、影響あるね、うん、あの地震の影響だと思います。じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。油も乗ってるし、プリンとしてるし。そうですね。何これ。今まで石なぎたまにね、夏場になると40キロとか取れてるんですけど。あんまり上がらないんだよ、やっぱり。2、3回、ほんと稀ですね。すごいじゃん。2、3回買ったことあるんですけど、全然油乗ってないんですよ、その夏場のやつは。冬だからやっぱり。そう、寒いから乗ってますね。なんかね、なんかアラのような。そうですね、アラとか、ね、ハタとか、ハタとかアラとか、うん、そっち系のなんかね、はい、よろしく、動物的な食い方してる感じがする。そう、かなりワイルドな。では皆さん、わさびと塩今お配りしておりますが、これ次ね、お刺身出しますんで、そこで使います。でも使い切れないぐらい乗せてありますんで、もしよろしければ今下を下ろしていただいて、わさび少し取って塩をつけながら、わさびを食べて次の料理を待っていただきます。白いダイヤモンド、東天才特急のわさびを、より発色よく改良した改良種のわさびでございます。お隣の塩が、新潟県県北村上市にございます、はい、ミネラル工房さんの白いダイヤという塩でございます。笹川流れで山に来てます。おいしい、ありがとうございます。きちゃー、はい、そこです。うわ、綺麗な。では皆さん、お刺身です。今日ね、お刺身、新潟のね、底魚、石なぎ。いや、いただきます。石なぎさん、歯ごたえあるそうだもんな、これ。結構強いんで、薄く切ってます、ね、でも噛むとね、すごく味いっぱい出てくるんで、うん、噛んで食べてください。あ、うん、おいしい、本当だ。なんだろう、他に例えようがないな。綺麗な油ですね。そうですね、おいしい。うざ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 、手元でかっこいいな。塩乗っけとかかっこいいな。おお、かっこいい。ドン、よし。おお、美味しそうだな。うん、わっ、もっと乗っけてもいいぐらい、そのぐらい優しい塩。あ、おいしいおいしい。
少しで凝縮してるから旨味調味料みたいな、うん、ちょっとスルメみたいなその香りなんで、粉にしてるような感じで美味しいです。いや、酢飯の決めが早いしかっこいいね。昔の職人さんみたいな。この醤油がまたあれなんでしょう。うん、辛。辛醤油。辛の粉醤油です、ね。エビの辛粉醤油。すごい。いただきます。お。うま。何これ。社長代。はい。めっちゃうまい。これすごい。太陽。これはここ5、6年で突然油が乗りまくり始めた魚です。あ、これがエシャロット図ね。これエシャロット図です。エシャロット図煮切りとエシャロット図で、うん、甘酢の昆布で仕上げる、はい、うわかっこいい。これいい寿司なんだね。いただきます。うん、うん、美味しい。大将、乗ってる昆布にトントントンって3つぐらい入れるといいです。これちょっとね、あの板のようなあの もわっとじわっとしたこの魚を味わうときにちょっと隙間トントントンって3つぐらいあると最高ですね。あー最高です。わかんないぐらいの昆布で、何ね、何だろう。寿司屋だとやれないような仕事になってる。これ奥にいる子がもともと養殖の仕事。ああ、じゃあそれはちょっと、うん、いる間にいろいろ残してね、料理作ってもらった方が。次ね、新潟のカマス。カマスのカマスのネギ焼きでございます。ネギ焼きなんだ。カマスはい、カマスネギ焼きですね。香味油塗りながら炭火でじっくり焼いたカマス、ちょっと熱いんで気をつけて。中はね、その山肌ネギをね、酒蒸しにしてから煮込みにして焼いてます。カマスネギ一緒に走りましょう。シーズン準備から始めるわ。走れないです。おいしい。あ、美味しい。淡白で美味しい。美味しい。そう、季節的に油が乗らないんで、うん、本当ネギ油をこんなにしてたんですね。うん、カマス最高でした、はい、昆布だしの低温のお湯で、30分ほど茹でた湯煮っていう料理です。お湯で煮るで湯煮。湯煮、まあ、湯煮は北海道の調理法なんですけど、近畿湯煮にしてポン酢までも食べたりするんだけど、その湯煮、なめたがれの湯煮に、この今ここに乗っかってるもの全部入ってます。これ柴田の山の芋っていうとろろ芋、とろろ芋、はい、米倉っていうところで作ってます。で柴田のかぶら、この2つをすって卵白と混ぜて蒸して上にね、乗っけてます。で上に具で乗せてます。で黒いあんがこのたわしみたいなやつ、これ佐渡のエゴグサっていう海藻なんですけど、エゴグサをこれまた焼き干し炭火させ、これエソっていう魚なんで、その今新潟の海底をこのエソがほぼほぼ占拠してる状況で、なんなのそれ、怖っ。新潟の漁業8割が底引き船ばっかりなんだけど、この底引き引っ張るとこいつが8トンぐらいとか。本当に。これもまたさっき小沢手帳に市場がほぼないんで、その沖で捨ててきて海底のすごい。飲んでるエソをうちで焼き干しにして、この出汁で溶かしたこのエゴグサのあんになっております。ちょっとこれすごくない？わさび少し溶いてみせてください。うわっ、何これ、トロトロ系だな。塩味酸っていうところてんの材料に近い。もうトロ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 じゃん、これトロ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 。うわっ、小魚のね、なめたがれ、海底の全部複雑だこりゃ。うざ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 、すっごい煮こぼりだけど、なんだこれ。これ最近ハマってる煮こぼりマニア。煮こぼりハマってるトラフグ。はい、トラフグの煮こぼりすごい。トラフグのね、柄ですね、中骨とか、うんうん、あとカエル骨、くちばし、頭などで取った出汁で作ったトラフグの煮こごり、いろんな形でいろんなものを作るの全部が入ってますね。あ、うん、
美味しい。今までいなかったんだよね、これ。今までいたんだけど、油全然乗らないですよ、乗らないやつは。だから今焼き干しとかにして。なるほど。うわ、イワシ。うん、うまいわ、すげえ。すげえ。へその握り。美味しいっすね。美味しいっすよ、もう。いや、これは。で、すし酢にも、あの、エソの出汁入れてます。あ、そうなんだ、うわ、これなんかすごいな、白い鯛みたいな。しかも、なんか、握りの姿が綺麗ね、エソいいかも。入り酒。あ、入り酒でね、はい、うわ、美味しい。もちもちの密室なんです、うん、これは美味しいな。何これ、食ったことね、やっぱりこれトロトロの、でも嫌な味しないし。そうなんですよ、やっぱりかまぼこの原料なんで。ああ、これはわかる。すごく高いです。おいしい。うざ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 。油と醤油を焦がす作業。シャリちょうだい。いい声出てたな、今の。今のかっこよかった。ありがとうございます。これがね、いい日が出るときと出ないときあるんだよね。そうですね、よく知ってます。そう、これはね、たまたまの位置の。あ、出るか、あ、出てた、おー、出た、わー、2キャン目だよ、これ。いや、ひどいな。うわ、きれい。うん、なんだよ、あれ。あ、たまたまなんて、あれ、まずいわけじゃないからね。2巻ずついかないと、ね、燃えないんですよ。なんかあんだよね、離すと空気バッて。あ、なるほど。うん、おいしい。ものすごい不思議なんだけど、なにこれ、春巻きみたいな。次に春巻きの形をした寿司です。寿司なの。へぇ、一応寿司の予定でやってます。はい。やってます。うわ、何これ。ここがそんなに。へえ。さあ、お次、春巻き。形をしたお寿司です。中身は、新潟のマダラ。マダラ。はい、マダラを干して干物にして中に入れてます。あとマダラの白子をバター醤油で焼いて、でうちのシャリと一緒に混ぜて、その白子のリゾットのような形にしたものを入れてます。うん、もう一品、新潟の五泉で作ってる三瓶有機農法の土壌焼きのレンコンも刻んで中に入ってます。レンコンも入ってるんですけど、手で持ってくかと使う。上はカラスミなの。何、上は自家製のカラスミですね。ああ、いただきます。おいしい。うん、タラがおいしい。もちもちしておいしい。これレンコン系、レンコンが効いてますが、おいしい。これはね、メインはレンコンです。ああ、例えば米粉、うちの米とあの寿司、シャリも入ってますんで、うん、海苔入ってるから、これは寿司でしょうということで、よろしいでしょうか。おいしい、面白い。うざ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 。これ、かんざらしなの。ブリ、重いな、これ。今日の佐渡じゃなくて、淡島。淡島のブリ。うん、すごい、お肉みたい。うん、すごい、すごい。おいしいね、これ。こんな季節でこんな脂乗ることあんまりないですよね。うん、ほんとね。スペシャリティあってよかったね。新潟はね、本当っすよ。これ、ね、そもそも郷土料理なんで、ね、これいいよ。誰が考えたってわけでもね。俺がなくなったら寂しいわ、なんか。あのシーズンで一番いいの食べるのが嬉しいよね。そうですよね。結構そうなんですよね。あのシーズンのやつを食べてから、これ、一年中美味しいけど。シーズン食べてないと寂しいわ。ね、食べます。スプーン、下にシャリ入ってるからスプーンで召し上がってください。新潟お正月ね、お雑煮に鮭の塩引き鮭っていう鮭の発酵食品入れたお雑煮食べるんだけど、その上にかかってる、カチカチになるまで茹でたイクラをトト豆と言います。半熟卵ぐらいの柔らかさまで
出汁で炊いた半熟とともみ。とともみ。これがうまいんだよね。やっぱとともみは新潟なんだよな。でも郷土料理ではありますけど、うん、ほとんど誰も食べてます。もうみんな家庭では出てこないですよ。あ、そうなんだ。やっぱりもういくらがない。うまっ。うん、やっぱこれのやつ寂しいわ。分かったね。はい、すごいねっとりしてるから美味しい。うざ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 。もっと絶対裏切られる。ちょっとこのぶり、え、すごいの重ねたじゃない。腹が噛みっていうか油の多いところと漬けと。そうです。なにこれ。ブリってやっぱ血合いと油どっちも一緒に食べないと本当のブリの味じゃないんで。これがブリなんだ。これがブリです。これがブリですってことがあるんですけど。これがブリですって名前の寿司でしょ。いや話して話して。いや、うちであのね、このブリをね、ミルフィーユみたいに重ねて握ってるんで、これブリフィーユと呼んでますっていうくだり毎回話すんですけど。あ、俺喋ってたんだ。ってごめんね。いやいや、ブリフィーユだなと思ったけど、これが4層のぐらいだったらもっとそうだよね。そうですね。ブリって加熱したら美味しいじゃない。ちょっとあのしゃぶったら。そうですね、一瞬だけ。次はそれを入れるか。嫌な味しないもんね、この感じは。見えて見てる。このしゃぶしゃぶ、うわ、きれい。なんだよこれ。これだけ見たら何だか分からんもんね。白いのは今日は美味しいな。なんか不思議だな。うわ、ほんとだ。これ漬けいいっすよ、やっぱり。これはうまいわ。やばいやばい。これやっぱりね、加熱混ぜないでこれを一貫食べて、次のやつは加熱したやつがいいかも。そっちの感じにした方がいいかもしれない。これはもったいないわ。来た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 。キャー。すごい。これ多分爪をね、このぐらいの。おいしい。最高。結構美味しいものを食べるために私は早くから来て、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。